ワールドスーパーポリス、通称 WSP、 急増する凶悪な交通犯罪に対抗するため日米で設立された特殊警察である。松平正則は WSP 日本支部ブルーウィングに所属する隊員である。彼は都内の治安を守るパトロール中だった。事件発生を告げる警報がその時鳴り響いた。松平を飲み込んでいく運命の始まりである。銀行強盗追跡。本部より松平機どうぞ。こちら松平機どうぞ。つい先ほど新都心中央7区で銀行強盗が発生しました。犯人は 2,3 名のグループと思われ、銀行内で現金を強奪。白のワンボックスカーに乗り込み銀行爆破し逃走を図っています。新都心中央7区、すぐ近くだな。本来は警視庁の管轄ですが、重火器を所持していることが目撃されたため、ブルーウィングに出動依頼が出ました。直ちにターゲットの捜索および追跡に当たってください。松平機了解。犯人グループは強力な武器を所持していることが予想されます。十分注意してください。銃撃に関しては走行も熱いから問題ない。しかしこの車はまだ配備されたばかりで、重火器類はまだ装備されていない。丸腰で銃を持っている相手と応戦するには厳しい。そのあたりはどうなるんだ。現在警視庁とともに逮捕方法を検討中だ。ただし逃げられてしまっては元も子もない。君には追跡に当たってもらう。詳細は追って連絡する。応援は？ロバート隊長以下他の隊員は別任務中だ。君一人でやってもらう。聞いたの通りだ松平。こっちも手が塞がってたな。残念だが俺たちは助けに行くことはできん。だがお前の実力なら難しくないはずだ。頼んだぞ。
了解。前方にターゲット車両、そのまま直進して捕捉してください。松平機よりブルーウィング本部へ、ターゲット車両捕捉。ブルーウィング本部了解。そのまま追跡を続けてください。現在警視庁がターゲットの捕捉進路上にバリケードを展開中です。バリケード完成まで追跡を続けてください。松平機了解。ブルーウィング本部より松平機へ、バリケード完成の報告を受けました。このままターゲットの追跡を続ければ事前に追い込めるはずです。引き離されないよう注意してください。了解。よし。武装車両による銀行強盗を逮捕し、事件は無事解決することができた。だが凶悪交通犯罪は日々増加の一途をたどっている。危険な暴走行為のマシから罪もない人々を守らなければならない。それが俺に与えられた使命なのだ。俺が WSP の一員である限り。新たに隊員が配属になりました。ジョー・タケシだ。データ分析を得意としている。よろしく。富坂勝俊、体力には自信がある。よろしく。真由泉香織です。 WSP に配属されて光栄です。我々ブルーウィングの活躍も虚しく、交通犯罪は日々増加の一途をたどっていた。キャノンウェーブ、若者の間で広まりつつある違法の新型麻薬、これを服用し高速運転に酔いしれることが危険なブームになっていた。そんな若者たちを取り締まるために我々は今日も出動するのであった。
麻薬取引の影。中央環状線で暴走車両を確認。走行状況から運転者は薬物による酩酊状態にあるものと思われます。犯行車両はスポーツカー、かなりの改造を施しているようで機動隊の車両では追いつけないようです。待機中の車両は直ちに現場に急行し、犯行車両を追跡、暴走を阻止してください。現在のところ重火器は確認されていません。したがって我々も重火器の使用は避ける方針です。被害を出さずに検挙願います。以上です。クソ、そんな奴に情状酌量の余地はない。さっさと撃破してやればいいんだ。何を言っている。裁きを下すのは法だ。法による裁きを受けさせるんだ。我々は自分自身が法であるなどと思い上がってはならん。申し訳ありません、隊長。そのことを忘れなければいい。ロバート君の言う通りだ。我々は裁きの法への橋渡しとして犯罪者を検挙していけばいい。任務開始だ。健闘を祈る。ブルーウィング出動。中央環状高速を暴走中です。バリケードが完成しました。ターゲットを追い込んでください。そんな悠長なことを言ってる場合か。おい松平、やつの正面に回り込め。強引にターゲットを止めるんだ。やつは正真正銘の麻薬中毒だ。バリケードで止められる保証はない。そのままバリケードを突破して大事故を起こす危険もある。先に俺たちで止めるぞ。フォーメーションを駆使してターゲットを包囲する。いいな。了解。
撃を受けろ。検挙した犯人は裕福な家庭で育った若者たちだった。警視庁の取り調べの結果、彼らの口から意外な情報がもたらされた。キャノンウェーブは国内では生産されずに海外から密輸されているというのだ。日本最大の暴力団組織極東龍河会が仲介人として暗躍しているのではないかという。麻薬の蔓延は是が非でも阻止しなければならない。俺たちは直ちに捜査を開始した。隊員が配属になりました。中野美穂です。運転が得意です。誰にも負けない自信があります。新都心湾沿岸に位置する国際展示場では最新輸入車の展示会が行われていた。各自動車メーカーの新型車が一堂に会し、会場は人々の熱気であふれかえっていた。好天国際展示場で車両強奪事件が発生。犯人は展示会場を爆破し、展示中の車両を強奪、逃走しました。盗難車両は WSP でも導入予定の高性能車で、機動隊の車両でも追いつけません。また犯人は重火器を所持しており、追跡した機動隊車両が攻撃を受けました。犯人はおそらく海外の密輸ブローカーと手を組んだ窃盗犯の一味だと思われます。直ちに現場に向かい、交通機動隊のバリケードに犯人を追い込んでください。今回はガトリングガンの使用許可が下りています。ただし WSP 上層部よりターゲット車両はできるだけ無傷で回収せよとのことです。つまりガトリングガンは威嚇程度にしか使用できないということか。うまくやってくれ。健闘を祈る。ブルーウィング出動。車両見失わないでください。
ブルーウィング各機へ。警視庁のパトカーがバリケードを築いたため、外環高速外回りへ誘導することができます。犯人はアジア全域の犯罪に関わっているとされる巨大なシンジケート交点であることが判明した。交点の手が日本にも及んでいることに俺は戦慄を覚えた。さらに極東龍河会が絡んでいるとされるあのキャノンウェーブも交点が持ち込んでいるという。交点を捕まえなければ一連の事件は解決しないだろう。俺たちは交点の足取りを追い始めた。隊員が配属になりました。高田裕二だ。俺が来たからにはみんなの出番はないぜ。悪を憎む気持ちなら誰にも負けないわ。日本最大の暴力団組織極東龍河会、アジア最大のシンジケート交点、ついに両者の大規模な麻薬取引が行われる情報をつかむことができた。警視庁は取引現場を抑え一斉検挙を計画。麻薬一掃の期待がかかる一大作戦であった。極東龍河会と交点。全国警視庁による麻薬取引現場の摘発が行われました。しかし情報が漏れていたのか、パトカーが到着する前に現場から逃走されました。容疑者の一部はすでにヘリで逃亡。航空警察が追跡を開始しています。他の容疑者は車両にて逃走中。検挙は十分可能と思われます。取引現場から逃走した不審車両を前代検挙願います。ターゲットは黒のセダン。強力な重火器を所持していることも十分に予想されます。そのため我々ブルーウィングも重火器の使用が許可されています。ただし一般車両に被害が及ばないよう使用には十分注意してください。以上。逃げられちまうなんてだらしねえな。情報が漏れたのもだらしねえが、逃げられちまうなんて情けねえったらありゃしねえ。はじめから俺たちに任せておきゃいいんだよ。そうすれば無駄なことせずに済むんだ。そう言うな。犯罪者にしてみれば我々は目の上のコブ以外の何者でもないだろう。我々に対する警戒は警察以上に強いはずだ。
もし我々が動いていたとしても警視庁以上に用心深く行動されただろう。今回の任務にしても奴らは我々が出てくることをすでに予測しているかもしれん。激しい反撃を受ける可能性もある。気を抜かないでくれたね。ブルーウィング出動。
ターゲットはすでに逃走を始めています。見失わないうちに捜索してください。奴ら防弾装備している。防弾装備していようが強度にだって限度ってもんがある。一気に畳みかけるぞ。上層部からの命令です。繰り返します。追跡を中止し直ちに帰還してください。中止だと？バカなことを。ここで逃がしてどうする。しかし本部の決定事項です。何を考えてるんだ本部は。長い司令もそこにいるんだろう。説明してくれ。残念ながら私にもわからん。だが命令は絶対だ。戻るんだ。ターゲットは目の前なんだぞ。なぜ諦める必要がある。何度も言わせるな。命令は絶対だ。直ちに帰還するんだ。隊長、追跡は続行だ。奴を捕まえるぞ。ここで逃がせばせっかくのチャンスが無駄になる。俺が責任を持つ。行くぞ。WSP の力を思い知ったか。逮捕した犯人は極東竜河会の幹部だった。しかしロバート隊長は命令に背き独断で行動したため謹慎処分となってしまった。幹部への取り調べの結果、俺たちが睨んでいた通り、極東竜河会を通じてキャノンウェーブを日本に持ち込んだのは光天であることが分かった。そして大掛かりな密輸計画があることも聞き出した。俺は光天に対する決意を新たにしていた。
隊員が配属になりました。藤近正也です。よろしく。犠牲。隊長、何を見てるんです？松平か。写真だよ。恋人の写真さ。アメリカで待ってるんですか？いや、死んだ。もうどこにもいないんだ。俺が日本に来る前の話だ。俺は当時 WSP 本部に所属していた。決まったチームには属さずに、必要に応じてチームの応援として駆けつけていた。ある時 WSP の戦力を集結させる必要があるほどの任務が発生した。アメリカ全域で悪名高い暴走グループを一斉検挙する任務だった。そこに彼女もいた。彼女は正義感が強く、何より優しい奴でな。だがそれが仇になった。敵の罠にはまってしまい全滅した。俺はその時のことが忘れられず考える。犯罪者といえど、人権という鎧、法という盾で守られている。殺しても殺し足りないほどの犯罪者を目の前にしても、人権と法を無視することはできない。奴らはそれを分かっていて罪を犯していく。法の抜け道を心得てるんだ。だが我々には抜け道を埋める手立てがない。誰がどう見ても罰を受けるべき悪人が、法の網にさえかからなければお咎めなしだ。そんなことは許せん。許せるわけがない。悪の芽は摘み取ってもまた芽生える。再び芽生えることのないよう、根本から立つしかないのだ。隊長。交点の密輸戦闘母式不審船が水上警察の警戒線を突破。接岸を強行しトレーラーを揚陸させました。交点、何をするつもりだ。トレーラーはバリケードを突破、首都圏に向かって走行中です。武装した車両に護衛されており、警察車両では歯が立ちません。至急現場に赴き、トレーラーを検挙してください。グズグズしている暇はないぞ。すぐ出動だ。すまんな、みんな。俺は謹慎中の身だ。今回は任務に参加することができない。心配ありませんよ、隊長。俺たちだけでもやれます。任せてください。松平君、君がチームの指揮を取るんだ。了解。ブルーイング出動。